がる。ああ、ああ、どんなに辛くても。ああ、ああ、ああ、歩き続けること。ああ、ああ、どんなことがあっても。ああ、ああ、生きてやる。ああ、ああ、どんなに辛くても。ああ、ああ、ああ違ったしじみを、聞いてもらえればと思います。あさりちゃん、あさりちゃん、ありがとうございます。一曲目にね、生きることっていうのやってみました。じゃあね、なんか、はい、もしもしとか、大丈夫ですか。あの、僕のライブでちょっといくつか注意点があるんですが、あの、演奏中の、飲食、写真撮影、動画撮影、すべて OK です。ゆっくり、あ、ドキドキした。ゆっくり楽しんでください。じゃあ、ね、しじみさんと知り合った、ぶちさんと知り合った、藤原さんと知り合った、その FMNHK のホークアジバトルやった曲を、これから、やろうと思います。1回戦目にやったね、水間川。
始める新海橋子供の手を引く親子連れ二人の間をすり抜けるほとりに並ぶ黒ずんだタペイタベイから覗いてるあなたが指さす花びらが風に舞い散る渦巻がんはあなたの胸に添えられて歩いていたいこの想いそんな気持ちを伝えたい心は揺れる大和橋傾く夕日に色染めた白壁造りも一期一会私の心が夕日のように燃える思いは言葉にならずただ立ち尽くす岸辺には揺らぎ揺れる渦巻がんは時の流れが止められずやるせぬ思いにうつむいた川面に揺れるこの私抱き寄せてくれた高麗橋しようかっていうことで、まあ、そのフォークソングっていうぐらいだからなんか1回すればそのなんていうのそのスリーフィンガーがいいかなと思ってでそれで、この歌、渦巻がっていう歌にしましたじゃあ2回戦はねと思ってじゃあ2回戦は何やろうかなと思ってじゃあ今度はブルースハープをいっぱい吹く曲をやろうかなと思って、次の曲にしました次はね今ちょっと慣れないギターなので今日ギター持ってこなかったんですよしじみさんギター借りて昨日夜行バスで来たんですが次はね、桜という歌ですちょっと季節外れの歌なんですが、この、ね、歌の主人公はおばあちゃんでおばあちゃんが若い頃大好きな人がいてその好きな人は戦争に行ってもし無事に生きてきて帰ってきたら桜の木の下で会うよという、そんな歌です
寒さを耐えて耐えて君は春を待ってる。冬の寒さが厳しいほど大きな蕾になるんだね。桜散らないで風よ優しく吹いて。桜散らないで風よ優しく吹いて。おくれ「また会おうと誓った」「若い命」「約束は果たせなかったね」「桜散らないよ優しく降って」散らないで雨よ優しく降っておくれ。優しく吹いて桜散らないで雨よ優しく吹いておくれ。一応関東です。東北じゃないです。関東です。そうね、関東、栃木知ってます？茨城知ってます？群馬、この3県はどうやってか関東と言われたんですね。ね、埼玉、東京、神奈川、何年関東のイメージなんですけど、どうも群馬ね、栃木、茨城は本当に認知度が低い。そっちから来ました。北関東とか言うよね。北関東でね、僕が住む町はね、群馬県でも埼玉寄りの方なんですね。で、僕の家の前にはもう土手があって、もう利根川っていう川があるんですが、その向こうは埼玉県の熊谷市でね、ちょうどこういう先っちょの方なんで、栃木県も近いんですね。栃木県の足利市で、例えば一番よく日本一暑い館林とか熊谷とか、館林もすぐそばで、そのちょいっと先は、茨城の古河、はい、本当にね、熊谷、栃木とか本当に先っちょの方で本当に犯罪やって逃げるところには非常にいい土地があるんですね。、はい、そんなところから来まして、でね、特に僕の住む大泉っていうのは、日本一外国人が多い町ということで、人口のね 17% が外国人なんですね。
で、あのよくサッカーのワールドカップの時にリトルブラジルということで取り上げられる街なんですよね。ご存知でしょうか。はい。で、街のあらゆるところにそのポルトガル語で書かれたスーパーマーケットとか、ね、そんなね、お店がいっぱいあるところから来たんですが、ちょっと聞いたことあります。それでたまにね、そうワールドカップの時はよく出ます。ちょっともう、喉乾いちゃったんで、ちょっといいですか、すいません。ちょっとね、出番が遅かったので、かれこれもう6杯飲んじゃいました。それ、しじみさんの出会いですよ。ね、あのね、今日ここに来るときに、ちょっと怖かったこともあるんですよ。あのね、僕が来るわけじゃないですか、しじみさんを破った僕が来て、ね、しじみに勝ったらドイツなんだということで、ね、しじみさんの仲間の人は絶対なんかもう敵対心で見てないかなと思って、非常にそんな気持ちで来たんですが、そんなことなくて安心して、はい、あ、よかったなと思って、来た時はね、どうなるのかなと思ったんですよ、ね。まあ、それで優勝して、あの12月30日に柳田さんの番組に僕聞きました。12月30日だったんで、あのその NHK はもう紅白一色っていう感じで、早めに行って受付を済まして、あの受付のところで待機してたらば、まあ、あのラジオの人もテレビ局の人も全部通過するところ同じなんですね。でね、あのその有名な人ですと、あの料理研究家の服部なんでしたっけ、あのおじさん、あの人が来たりとか、あとはその振付師の、パパイヤ鈴木で、審査員 の, その NHK の紅白 の審査員のバナナマンの何だっけ、何村、あの日村さんを見たりとか、あとはちょっと若いタレント分かんないんですが、もう絶対タレントだなっていうような人たちばっかり見て、じゃあそのうち柳田さんが来たんで挨拶して、もう何やってんだって言うから、でちょっと早く着きすぎて、あのちょっと待ってるんですって言ったら、あ、ちょっと待ってて、そしたらすぐディレクターの人が迎えに来てくれて、すぐあのスタジオに入れたんですよね。でもあの NHK は本当にその緊張するところで、そのやった場所っていうのがオーケストラが入るような大きなホールだったんですね。そこでピアノが置いてあって、あの出演者のその椅子がポツポツと置いてあって、こっちにね審査員のあれがあって、本当の広いあの野球場のど真ん中にポツポツってあるような感じで、でもう録音重視だから、出音とか切るってあまり聞き取りにくいような、そんな中でやって、本当に緊張した中やって、僕もいろんなところでやってるんですが、あんなに緊張した、ライブっていうかなかったですね。でも、まあ、いい体験になったなと思いましたね、はい。で今年もあるのかどうかはちょっと分かんないんですけどね、ぜひまたあのやってくださいということを言ってきたんですが、まあ、どんな形でも僕なんか協力させてくださいって言ったんですね。じゃあまたエントリーしていいですかって言ったら、いい返事は来ませんでした。で、なぎらさんから、今度あれだよと、ゲストで来ないよとか、あと審査員で来てくださいとか、勘弁してくださいって、アマチュアの僕が何でその審査員なんかできるんですかということで、そりゃそうだよなということで、でその収録終わってから、なぎらさん本当にお酒が大好きな人とは聞いてたんですが、小林君終わってから軽く打ち上げ行くけど来ますかっていうか、もちろん喜んできますってことでついて行ってきました。で軽くってことだから、もうその番組の忘年会もあの前の週終わってたんですね。でそのディレクターの橋本さんも、あれ名倉さんもうあの忘年会終わってるじゃないですかっていうことで、ない雰囲気だったんですが、名倉さんもいやいやあれとこれとは別だよなんていう形で、で飲みに行って、あの軽くっていうわけが、僕はおそらく1杯2杯で飲んで、あじゃあご苦労様でと思ったんですね。したら4杯5杯飲んでも全然そんな雰囲気なくて、僕もその次の用事があったんで5杯飲んで、すいませんお先にあの上がっていいですかということで、本当はもっと痛かったんですが群馬に帰れなくなっちゃうんで、で軽くはね5杯6杯名倉さん飲んでたから、どうなったのかなと思って、本当にでも飲んでてもねあのままな人でした。じゃあね、次はその決勝で歌った歌をやろうかな。Yeah. はい、じゃあ現地調達で、黒さん、はい、ちょっと手伝ってもらっていいですか。僕もラジオで聞いてました。あ、ですか。聞いてました。ありがとうございます。
ちょっとハモらせてください。はいよ。僕です。じゃあこの歌はね、ちょっとノリがいいね。ちょっと立ちます、僕。あ、立ちます。かわいい。ちょっと上げて。そうですか。はい。今日ね、そういえば早く来て、大阪城僕行ってたんですね。ちょっと僕もちょっと大阪の方にちょっと縁がありまして、うちの祖母が兵庫、の出なんですね。でうちの母は、小さい時にそのおじと兄貴と母の兄貴と、おじのところにちっちゃい時に養子に出されてて、大阪城のそばで幼い時遊んでたんですね。で母は2年前に亡くなったんですが、一度は大阪城に行きたい行きたいって言ったんでね、今日行ってきました。でも行ったらね、僕の住む大泉町は日系ブラジルの方とかが非常に多いんですが、大阪城行ったら中国人しかいません。本当に地下鉄に乗っても中国人だし、なんでまた俺外国人のお前家に来たのかなって、大阪に来たのに。で帰りのその電車の地下鉄の中で中国人じゃなくてアメリカ人ですか見たら、ほっとしてここ来てブチさん見てほっとしました。ああ、よかったなと。はい。じゃあそのファイナルで、はい、やった。ね、ミッドナイトモスキートって歌なんですね。僕もじゃあ1回戦がスリーフィンガーの曲、2回戦がその桜という歌やって、じゃあ最後はどんな歌やろうかなと思って作った、いろいろ考えたんですね。でこの歌を持ってきました。僕の住む大泉町は非常に蚊が多くて、冬でも蚊がいるんですね。で冬に1匹の蚊が出てきて、僕はその蚊をこうやっつけたんですが、この1匹の蚊のために歌が作れないかと。さんざん僕は旅の人や旅の歌とか、車買ったら車の歌とか、ね、不倫したら不倫の歌とか、いや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 、そういう歌を作ってるの、まさか虫のために歌作るとは思っていませんでした。でね、私たちが一生懸命働いて納めている税金を、政治を商売にしている政治家とか天下り役人は夜中に出てきて僕の血を吸う蚊と同じじゃないかということを作りました。途中ね、血を吸うフレーズがあるんですよ。チュッ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 、手伝ってくれる？ OK？ 行きますよ。 2,3,4 そう、何も持ってる人はみんな参加してください。手拍子でも何でもいいです。いくよ。チュ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 、
モスキート。英語の発音難しいんですよ。先生がいるからすっごい歌いづらかった。あそこでチェックしてるんですよ、チェック。やりづらいな。じゃあこのノリで、ね、今日はね初めての大阪、よかった来て。いや、あとね、僕ね、今日ね、こちら CD を持ってきてますね、あの、交通費もかかるんですよね。大概ね、遠征行くと、だいたい、あの、バス代ぐらい、飲み代ぐらいは出ますね。でも、あの、今日、大阪の人はどうなのかな、ちょっと、どうなのかな、どうなのかな、もしよかったらですね、1枚1500円、で、あの、2枚あるんですが、どちらとも12曲入りで、1500円。今日ね、初めての大阪です。今日奮発して、今日も1500円でると思います。よろしくお願いします。じゃあまたあのしじみさんに会いに来ていいでしょうか。オッケー。じゃあね、ノリのいい曲で終わりにしようと思います。もちもち。オッケー。オッケー。
ありがとうございました。小林しずみさんでした。祝福です。せっかくこれだけのメンバー集まりました。